ルーベン・ブラデス・ルーベン・ブラデス・ベリード・デルナは、パナマ市出身のサルサ歌手、作詞作曲家、俳優そして政治家。最も有名な曲は、ペドロー・ナ・バハ。南アメリカのヌエバ・カンシオンやキューバのヌエバ・トロバなど、新しい歌運動において、サルサ音楽へ、詩的な洗練さをもたらし、詩的なダンスミュージックを創設するなど、彼の名は、南アメリカ。 ラテンアメリカ諸国において広く記憶されている。父親はパーカッション奏者から探偵に転じた人物。母親は歌手兼ラジオ演劇での声優。彼の祖父は運河関連の職を得るためにパナマに移住したセントルシア人であり、1992年には祖父のことを歌った曲ウエストインディアンマンを発表している。政治家を目指しパナマ国立大学で 政治学と法律の学位を取得後パナマ銀行で弁護士の職を得ていたが、1974年アメリカに移り住み、マイアミで亡命した両親と一時過ごした後、ニューヨーク市のファニアレコードに就職した。郵便仕分け業務に着きながら書いていた曲が認められ、レイバレットラとサルサ音楽で一緒に仕事をすることになった。その後すぐトロンボーン奏者、ウィリー・コローンのバンドと共演し、 何枚かのアルバムを制作した。彼らのアルバム、シエンブラは、歴史的な販売記録を樹立するに至った。1980年には、アルバム制作契約が残るファニアレコードから離脱、エレクトラレーベルと契約し、後に、セイス・デル・ソーラー、または、サン・デル・ソーラーの名で知られることになる一流のバンドを結成する。1980年代初め頃から、 映画音楽の作曲も手掛け始める。1985年にはグラミー賞を受賞したアルバムエセーナスを発売。その翌年に英語のアルバムをリリースしたことを揶揄する向きもあったが、英語とスペイン語を両方ともに完璧に使いこなす歌はコマーシャルイズムとは一線を画したものとなっている。百八十六年にはガブリエル・ガルシア・マルケスをテーマとしたアグアデルナを その後は、スティング、エルビス・コステロラとの英語での共演などをこなす。さらに、2003年には、ムンド地球で、再びグラミー賞の栄冠を得ている。2004年からは、音楽活動を休止し、政治活動に専念する。1982年に、歌手から展示ボクシング世界チャンピオンとなった、サルバドル・サンチェスの生涯を描いた、映画、ザ・ラスト・ファイトで、 主題歌の作曲とともに初の映画出演を果たした。1985年には自ら脚本執筆に携わったニューヨークでヒットを目指すサルサ歌手を描いた映画クロスオーバードリームスに主役として出演した。同年、彼自身の生涯を追った主演ドキュメント映画ザ・リターン・オブ・ルーベン・ブレイズが制作され、デンバーの映画祭で発表され、これを契機に 多くの映画出演のオファーが舞い込み始めた。1997年には、暴力に明け暮れていた少年が後に、監獄の詩人と呼ばれるに至った実話を題材とした、ポール・サイモン発のブロードウェイミュージカル、ザ・ケープマンにも出演した歌手や俳優として、有名になりつつも、政治家を目指す初子は忘れていなかった。1985年に、 ハーバード大学で法律の修士課程を卒業し、1990年代には音楽や俳優の仕事の傍ら故郷のパナマで政党、ハバエゴロ党を結成した。1994年に立候補したパナマ共和国大統領選では落選しながらも20%の得票率を得た。2000年には人種問題に関する国連親善大使を歴任。 2004年9月にはパナマ現大統領のマルティン・トリホスの要請を受け官公庁大臣に就任している。ありがとうございます。